今回購入紹介するのは BTS かけるクッキーランキングダムのグッズです。です。なんクッキーランキングダムっていうのはなんだ、アプリゲーム、うん、らしいです。 BTS ね。そう。ではまずこっちから紹介します。こっちがこれはマグネットセット3300円のやつです。高いけどチンパはマグネット集めてるんで。そう。そしたらね、結構マグネットの商品がなんか出てるとか出るっていう、うん、あ結構あるじゃん。そう、ちょうどいいやん。そう、マグネット今好きで集めてるんで、まあこのままでも見えるけど、一応ちょっと袋から出してみます。でこんな感じ、うん、なんだ、あこれプラスチック入ってるのか。さらに入ってる、入ってる、さらに入ってるんだな。ちょっとね、反射しちゃうからこれぐらいかな。で多分 RM かな。うん、 RM ジン、うん、ジンだね、多分これシュガーだよね。シュガーで、あれ、ね、J-HOPE、ジミン、ジミン、V、ジョング、だと思う。だからいつも自分たちが買ってるスタイルとは違うから、そう、なんかちょっと戸惑っちゃう。アイシングクッキーみたいな、うん、キャラクターになって、そう、まあ、うん、アイシングね、あれだね、J-HOPE だね。J-HOPEさんはある。ダイナマイトの時の衣装かな、うん、で裏はねこんな感じかな。ないね、ないもん。でこんな感じのマグネット、マグネットのセットで す。でもう一つこっちです。でこれがボイスキーリングの V3 バージョン2900円です。これは何、出して鳴らして大丈夫ですか。鳴らさない方がいいかな。一応ゲームで使ってるその V さんのボイスがなんか流れるっていう。あれ裏になっちゃったよね。あこれ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 がなんだっけ、ラバーになってるのかな。でなんだっけ、そのこれかな。あそうだね、エンブレムキングダム。そう、ちょっと裏返しになっちゃったね。あそうだ、がついてて、このなんだっけ、カナビラみたいなやつがついてて、あのここがなんだっけ、上の部分があれになってるキーホルダー、キーホルダーみたいな。そうそう、だから主に使うのこっちだよ、ね、うん、これ以外にも付けられる。あそうそうそう、そう両方に付けられるやつがあればさ、自分で補強できるし、うん、できますってやつで、なんかちょっとボイスは分かんないな、やっていいのか、ね、そう、だからちょっと、うん、一応流さないでおきます、うん、ここの部分を押すと喋る。そう、ちょっとね音声分かんないからカットしてるけど、ここ押すと確実に喋る、うん、これ音声カットしてるよね、喋る。だからな、こういうおもちゃよくある、人形で腹押すと喋るやつ、それと一緒、喋るようになってる。で、なゲーム内のボイスなのかな、だって書いてある。そう、アプリ内の、まあアプリやってる人はね、よく聞いてるボイスだと思う。うん、もう、まあとりあえず推しの V3 バージョンだけ。そうそう、高いからね。そう、さあ高いから全部買えないから。そうそう、一個だけ買いました。そう、でマグネットはね、さっきみたいにチンパが好きだから、かわいい、うん、かわいい、アイシングクッキーみたいになってて、そう、かわいい。どんどんね、あのなんだよ、防湿庫の側面についてる、うん、いっぱいって感じです。じゃあ今回は BTS のクッキーランキングダムのグッズです。じゃあ以上です。